主郎王後福寺は、中国先生省のこと、西安市南郊外非林区にある仏教寺院。その古地は、唐の長安城においては、左外で、須作大外に臨む、開花坊と安妃と死亡の二坊に相当する。684年、高僧の追善のために、不足点が混流した大根福寺がその始まりである。そこは随来には、 陽台の新王時代の邸宅があった古地であった。690年に現在の寺名に改められた。その規模は開花坊の南半分を占め、昭岩塔のある南隣の安と志坊にも及んでいた。高度像は200名を要していたという。706年、本教院が設置され、経流中には昭岩塔が建立された。本教院では、 二上三蔵が仏典の漢訳にあたり、合計二十部の経典を当院にて翻訳している。七百八年には、観音菩薩の化身として尊枢されていた、四臭体制奏画が中奏によって当時に迎えられた。七百十二年には、華厳宗の第三祖である宝像が当時で没している。当時は、華厳宗との関係が深く、雲花寺と共に、長安における、 ケゴ教学の聖地とされ、小願塔は、ケゴ塔とも呼ばれた。幻想庁には、密教を中国に伝えた、金剛里志三蔵が730年から741年の約8年間、当時に重視、大曼荼羅環状道場を建立し、また、密教経典を鍵役した。845年の武装による海升の廃物の時には、大慈恩寺、西、明寺、 大将軍寺と共に廃寺を免れた。その後も、廃寺の危機を乗り越えた大桃福寺だが、中華民国時期についに廃寺となり、軍関係の倉庫として使用されたが、中華人民共和国成立後管理する者が一時、いなくなり、道内に残っていたものはすべて住民に持ち去られたと、される。1966年からの文化大革命の時期は、 中国人民解放軍が接収したが、これは公衛兵による建物の破壊を逆に防ぐことになった。ありがとうございます。